はい、皆さん、こんにちは。今回はですね、英語講座の第60回、をやっていきたいと思います。進行形をね、ずっと前からやっておりますが、今回はまあ、ほぼまとめのところに入る疑問文っていうところをね、今日は扱っていきたいなと思います。で、疑問文っていうのはね、まあ、文章、今までいろんな形の文を疑問文にしてきたと思いますけれども、今回のポイントはですね、まあ、あくまで B 動詞の、疑問文だと思ってもらえば、もうこれ思い出せるんじゃないかなと思いますが、疑問文は S と V を反転させてくださいねっていうやつですね。覚えてますか？例えば、This is っていうのは、This is a pen っていうのはね、is を使った文章なんで、まあ、B 動詞の文なんですけど、This is、これを疑問文にしてくださいって言ったら、Is this っていうふうに変えましたよね。反転しましたよね。これの話を今日してます。それがまあ進行形っていうふうな文章になっているだけで、基本的には B 動詞の疑問形だよっていうことを思い出せばですね、まあ、ほとんどもうすぐにこの答えは埋まるかなというふうに私は思います。はい。まあでも、一つ一つ解説をしていきますんで、S と V を、主語と動詞を反転させるっていうのを思い出しながら3つやっていきましょう。まず1つ目がこの、He is running a shop ですね。He is running a shop。はい、というふうな文章ですが、んと、ちょっと思いませんでしたか？まあ、he is running。ここまではわかりますよね。ここまでだったら、彼は走っているになりますよね。走っている。はい。でも、その後に、a shop って来てるから、店を、走るって意味わかんないと思いますよね。はい。これはね、意味わからないと思って、当然だと思います。まず、この run の意味がですね、走るって意味ももちろんありますけど、この後に、まあ、アッショップっていうね、店をっていうふうに考えないといけないですよね。なので、店を走るっておかしいと思うんで、店を走らせるっていうふうに考えてみたらどうかなと思います。店を走らせるってことですね。はい。店を走らせるっていうことはどういうことかというと、店を経営するってことですよね。毎日回していかなきゃいけないってことなんで、ここの欄ですね。ここの欄は実は経営するという意味なんですね。はい。ちょっと見慣れない、使い方だと思いますが、知っておいて全然損はありません。大学入試とかだったら普通に出てくると思いますね。run っていう意味で、run a restaurant, run a shop, run a bookstore とかね、いろんな店がありますけれども、それを、経営するという意味で使っていることがありますので、そういうところから、考えてこの一文を訳してみると、彼は店を経営していますってことですよね。彼はお店を経営していますっていうことですね。はい。なんで走っているんじゃないんですね。はい。まあ、お店を走らせている。ね。回しているっていうことですね。じゃあ、それを聞きたい場合ですね。彼ってお店を経営してるんですかっていうふうに聞きたいときはどうしますかというと、もちろん S、主語の he と V、is。これを反転させればいいですから、is he running a shop？ となりますね。はい。ここで is。そして he。となります。なので、he is が、is he に逆転、反転しているのがわかりますね。と。はい。これだけで、まあ、疑問文ができます。まあ、これだけっていうか、ここね、sharp なんで、疑問符をちゃんとクエスチョンマークつけてくださいね。これができれば、まあ、疑問文にできたということになります。何度も言いますが、これは be 動詞を使った文ですので、進行形の疑問文とはいえど、B 動詞の疑問文の作り方をやってるんだっていうことですね。はい。では、二つ目いきましょう。They were working in the factory。ね。They were working in the factory。っていうふうな文章です。これ分からない単語ありますかね？まあ、多分知ってるのばっかりだ。まあ、これぐらいかな。They はね、彼らは、彼女らはですもんね。で、were working と来てますね。work という単語は知ってますかね？まあ知ってる人ほとんどだと思いますが、これ、働くという意味ですね。働くという意味です。まあ、タウンワークとか言いますよね。あれは、タウンワーク確か求人雑誌ですよね。はい。僕も昔使ってた覚えがあります。はい。というわけで、they were working。彼らは働いていましたっていう表現になるのわかります？ were。ね。これは be 動詞の過去形ですから、彼らは働いていました。ね。
ここまでで働いていたっていうのがわかるんですが、じゃあどこでとか、どうやって、何をして働いてたのみたいな、どれぐらいの賃金でみたいな、そういうふうな突っ込みを入れていくことって結構大事で、この後にその突っ込みの答えが書いてあるんですよ。in the factory ですね。このファクトリーって聞いたことありますか？工場ですね。意味はね。工場になります。はい。というわけで、これが工場という意味になります。工場の工がちょっと変な意味になりましたね。ちょっとここをきれいにしたいと思いますが。はい、こうですね。工場。ファクトリーですね。はい。まあ、ファクトぐらいですね。このあたりが、まあ、何々を作るっていうふうな意味になるんですね。はい。なので、作る。で、まあ、なんたらトリーとかいうのは場所になります。作る場所。なので、ファクトリーっていうのは工場だっていうふうになるんですね。はい。まあ、ちょっと、語源の話をしましたが、これはいいとして。じゃあ、文としては、これは、彼らは工場で、まあ、その工場でってことですかね。ザ、冠詞覚えてますか？アはある一つのっていうやつでしたが、ザは特定のものを指して、その工場ってことですね。その工場。彼らが言ってるその工場。で、の中で、その工場で働いていました。っていうことですね。はい。まあ、一時期そういうふうに働いてた時代があったんでしょうね。では、その工場で働いていたことを聞きたい場合。働いていたかどうかを聞きたい場合は、これを反転すればいいわけですので、they were they になるというだけですね。というわけで答えは、were they というふうになります。were they working in the factory? were they working in the factory? で、最後もちろんクエスチョンマーク、疑問符をお忘れなくということですね。これが2番目でした。3番目ですね。ケイト。これ、ケイトって言いますね。カテじゃなくて、ケイトね。ケイ、人の名前、女性の名前です。ケイト will be washing the dishes。はい。ケイト will be washing the dishes。ということなんですが、これ意味わかりますか？なんとなくなんか、ウォッシュとか、ディッシュとかね。例えば、見て取れればわかるところもあると思いますが、まあ、ケイトは、will be で ing になってるんで、未来の進行形だってことわかりますか？未来の進行形ですね。はい。というわけで、何々しているでしょうっていうふうな、意味になります。まあ、ほぼ近い未来にね、もうそういうふうに起こることが確定、やることが確定しているような場合、まあもうすぐもう5分ぐらい後なんだから、ケイトはお皿洗いしてる。あ、もう言っちゃいましたね。お皿洗いしてるでしょうというふうな意味になるんですね。はい。もう答え言っちゃったんですが、これ、wash、これは洗うという意味ですね。大丈夫でしょうか？洗うという意味。ね。例えば、洗濯機って言ったら、ウォッシングマシーンなんですよね。洗濯のタクってこうですよね。はい。あ、ちょ、これは洗濯じゃなくていいんです。すいません。このウォッシュ自体は洗うという意味でしたね。失礼しました。はい、洗う。で、ディッシュ。これは、お皿っていうことですね。まあ、皿ですね。はい。まあ、複数形になっているの分かりますか？ S がついてる。で、dish っていうのは d, i, s, h というふうに綴る4文字の単語ですけれども、その後で複数形にするときには e, s というふうに綴らなきゃいけないという、ちょっとめんどくさいところがあります。うん、まあ、でも、その dishes ですから、dish が dishes になります。はい。まあ、dish でそのまま s つけたら dishes ってちょっと言いにくいですね。dishes ってちょっと言いにくいので、dishes っていうふうにディッシーっていうのがいいですね。はい。っていうふうになっております。なんで、もう単語ね、言ったので、意味は取れるかと思います。未来進行形になっていて、洗う皿ですから、ケイトはお皿を洗っているウィルでしょうっていうふうになるんですね。はい。っていうような意味です。じゃあ、それを聞きたい場合、ケイトはお皿を洗っているでしょうかっていうふうな未来進行形の疑問文にしたい場合ですね。これはどうするかというと、もちろん同じです。SV 反転しますから、V、まあ V っていうか、ここですね。最初に来るのは Will になります。Will Kate? で、ここまで来ましたから、Kate Will が Will Kate になっていますね。その後はもうそのまま流してください。流すというか、まあ書いていってください。Will Kate be washing? ですね。ここはそのままで構いません。Will Kate be washing the dishes? というふうな文章になります。
ここまでですね、進行形の疑問文っていうのを扱ってきました。はい、大丈夫でしょうか。ここのあたりまでがだいたい現あの進行形、現在進行形、過去進行形、未来進行形、でそれの普通の平常文と、何ですか、否定文、疑問文というふうにやって5回やってきたわけですね。はい、大丈夫でしょうかね。ここら辺まではですね、一回まとめる問題をですね、次回作ってみたらいいなと、見たいなと思いますので、またよかったらこれを復習に、使ってですね、次の回に臨んでいただければなと思います。はい、では今回はここまでになります。ありがとうございました。